こちらのセリフです。リンさんや皆さんにお怪我がなくて本当に何よりです。それにしてもリン君ってばますます色男になっちゃって。それで恋愛の方はどうなの？そろそろ本命は決まった？聞いていましたが、その銀髪と漆黒の衣装は、わあ、私を話の海に沈めたいんですか？でも確かにその姿は反則的というか、リーンを元ネタにしたラジオドラマ、今すぐ新しいエピソードを書き下ろしても構わないよね。ねえ、
音沙汰なかったのは堪忍やけど、歴史紹介カレージャスしてこの度堂々のオープンや。改めてよろしゅう頼むわ、リン。してるみたいでよかったよまあリン君たちなら絶対大丈夫って思ってたけどね。そうだね、なんといってもリン君たちだし。ところで今も竿は振ってるかい？各地に現れた主たちについて耳寄りな情報があるんだけど。
よい。何せ時間がないからな。わらわも自宅で手一杯だったのじゃ。タク入ってくるがよい。セリーヌは心の準備もな。ここは月の霊場、真実を映し出す聖域じゃからの。霊場の活性化によって元の姿を取り戻しておるわけじゃ。そして真の姿も。最上にあるのは水鏡。代々の巡回魔女が管理した遺物じゃ。皇帝家の黒の使者とも連動する帝国の裏の歴史を映し出す神武。黄昏の最終段階に至った今ならば全てを垣間見ることができよう。ただし起動するためには大いなる試練が必要になるが。ようやくその認識に至ったみたいね。そもそも昨日外していたのはババ様の手伝いをしていたからでね。今回の試練の前座、まずは私が務めさせてもらうわ。サプライズゲストも呼んだから
せいぜい楽しんでちょうだい。そちらは想定外じゃが、存分に役割は果たしてくれよ。それではの、死ぬ気で採用にたどり着くがよい。